アバヨ。アバヨじゃねえ。助けろ。逃げるな。ひでえ話だ。しばかれたいのですか。敬語なのが怖い。丁寧だな。顔な。なんか好き。相撲か。相撲だよ。相撲だろ。手押し相撲？小島だよ。顔文字。似てるわら。何笑てんねん。じわじわ来るやつ。夏の思い出。あはははふふ。キャッキャ。かわいい。仲良しか。非常口。ああ。これはうますぎ。地上ドア。画像がアウトだわ。ジョン・ノレン。イマジン。天才かよ。うますぎやろ。これ欲しい。こいつできる。肉、野菜。かわいい。中高生男子か。ふっ。あからさますぎる。なんだこの時間、終わり。これは殿堂入り。好き。受ける。終わった。どんどん気持ち悪くなってる。もっと続いてほしい。悪な。不覚にも増えた。一問目で誤差94。風船破裂。ネプリーグだ。顔。笑った。髪。出たい人。ほんとそれ。俺の息子も探してくれよ。現代の英雄。一人でできるもん。ちっちゃい。かわいい。入れてあげてください。一人でできてない。了解しました。疾患が。怖いわ。なんだこれ。もうわけわからん文化。耳かき。かわゆす。懐かしいタイプのやつ。耳に入れても痛くない。ボンテン。猫。あ。ほんとだ、いたねー。先に猫と目が合ってしまった。カモフラ率高。アムロ。ナミエ。なんなんだ。なんのゲームだよ。合言葉か。くだらねえ。ふ。ざけんなこのアホ犬。いい顔してるな。ユースタス。台無しや。何やらかした。お、ジョーちゃん、面白いもの見せてあげようか。顔。うわぁ。その服は。やめろ。ライザップの CM が雑。身は少ないのね。元に戻せ。面白い。ほっそ。小泉進次郎の。バーカ。ただの悪口。ガキかよ。これは笑うしかねえ。シンプル。お相撲さんがチャレアビー。くだらねえ。いや待て、エスレアだろ。これでリーマン。ガチャ。浜田もはロテタヤン。違和感仕事しろ。超ツボ。似てる。ディディーン松本アウト。伝次郎先生。あいつ、無茶しやがって。どうしたらこうなる。あかん。大規模。人間。定時が一番いい顔。お見事っす。お先に失礼します。しみる。それなぁ。サッカーだったの？思い切りバスケ。オーマイガー。袖が足りなかったね。そんなことある？飛べよ。それな。それはそうだけどやめてあげて。小さい。電車乗るまで2、3分過ぎそう。メイのバカ、もう知らない。電動入り確実。にやけた。増えちゃった。最高。制服が売りの小学校。字が違う。うまい。憧れ、ないな。違うそうじゃない。一人ダウンタウン。フュージョンだ。どっちの要素も持ち合わせている。こけし。どっちもできる。結局ゴミですよ、ゴミ。ゴミ。言ってしまった。ワクワクさーん。絶対言わない。ご飯が青い。アホだ。お前いい加減マスク取れ。毎回言ってそう。天然ボケ。えとに一つ空きができた。ひととし？必死だな。お前ら関係ねえよ。これは新しい。羽衣フーズ。天才か。うおー、懐かしい。これは上品なボケ。CM で見るやつ。なんとここで背負い投げだー。どんだけー。元ネタがすでにおかしい。無茶するな。勢い。ふもとのトイレまで我慢。下り最速。そう見えてくる。わろた。真ん中が限界値。相撲オンライン。確かにそんな感じ。自由気ままだな。ぜひやってみたいです。力士かな？ギャー。乙姫がやばい。公衆便所からこの音はやばい。腹痛い。ビビるわ。恐ろしいな。クジラを初めて見たらしい。ちっさ。ボケとは。かわいい。和むわ。普通にかわいい。あかーん。脳内再生余裕。一体何の祭りなんだ。だ、大好き。ほんまにあかんやつ。
おじいさんは山で芝刈りに。自らかい。ただのド M やん。そういう画像。おじいさんの顔。美女が野獣。美女じゃないけど。つまりどういうことだ。増えた。野獣先輩美女説。インスタ映えってこれで合ってる？インスタントラーメンね。大体合ってる。自作？どういう画像？緊急の時、このボタンを押すと。いいざます。スネ夫ママ。急に？なぜ？ママ降臨。蛇口。かわいい。カメラ目線やし。蛇口。ここまで抵抗なく浸かりっぱなしなのも珍しい。にゃおん。チュールー。きっとチュールー。これなら怖くない。いやそれリング。かわゆい。くれないと恨みます。タイムは？言ってる言ってる。ワニリンピック新記録ですよ。乗ってこれお茶増えた。切れ味抜群。死んでね。う。背中刺した？デスノートみたいで草。シンプルですこ。仕事人か。バリーバキュロム。キャリーパミャパミャが言えない。カミカミ。もうそれにしか見えない。無理がある。何これ。転生したら。また俺だったけん。無限地獄。げんなり。それなんて罰ゲーム？単なる生き返り。もう？違うけどそれでいいんじゃない。表情。妥協。使われすぎて疲れたよね。諦めも大事。しょうがないなぁのび太くんは。もしもしポリスメン。何を出す気だ？誰だよ。なんちゅう顔してんねん。いや。法の野村たんです。反省してなくて草。薬効で草。草なえる。顔と言葉が合ってない。複雑な家庭。愛さえあれば。多様性多様性言うとるでな。いろいろあるよ。情報量多いな。葉物野菜。捕獲レベル高そう。狂気と狂気を感じる。違うそうじゃない。こういうナイフキーパー。アンパンマン、新しい腕よ。うらぁ。断面見せんな。グロすぎるやろ。え？う、腕？春やな。なんか好きだわ。せやなぁ。でへーとか言ってそう。いいねーこの何の悩みもなさそうなアホ面。どう？寝れそう？プレッシャーで寝られん。夢であってくれ。無理そうです。怖くて寝れるわけねえだろ。一発ゲイチャリのサドル。ひ、そか。ムンクの叫びみたいにも見える。怖い。ペダル募集中。あれ？磯野？磯野、ツーリングしようぜ。もしや中島なのか？目はコンタクトだなこれ。何年後だよ。それでも株は抜けません。株すごいな。大きな株懐かしい。諦めろ。最初の米印がいい。さ、鏡、ち。この発想はなかった。うますぎ。すげえ。最初意味わからんかったわよく思いついたな。飼育員が相撲部屋の鍵を閉め忘れた。気持ち悪。力士機構手。飼育員。走り方。ドラえもん、伸びたの。ここ、空いてますよ。襲わろた。まさかのカスが。映画化すんな。おい。抜く。水陽一の最後。壮絶な。抜く水さーん。あんまりな死に方じゃないか。こらこら。なめこ栽培キット USA。わかるー。黒なめこが6本。やられた。マッスルなめこだけなんだ。クールーキャットクルー。かわいいだけじゃん。ぜひ来てくれ。うちのテレビから出てきてほしい。すっんげー引っかきそう。ボム兵にやられた時がリアル。実際こうだよね。なぜそこだけリアルにする。いやー。オーマイガー。土下座すると見せかけて反撃。クソ野郎じゃねえか。クズすぎて草。こいつは生き残る。汚ねえ。いけない薬に手を出してしまった関口メンディー。ダメンディー。似てる。かなりヤバそう。首不当。も、しかしたらラッパのやつ道知らんのちゃうか。ちゃうか？ラッパのやつ。なぜに関西弁。森の中。彼がデンプンだった。要素デンプン反応か。イソジンか？ジャガイモかな。早めに分かってよかったな。助けてー。ピーチ姫の声優。完全にホラー入ってるわ。やめてけれ。ほんとくさ。笑ったピーチ牧前。死の、ミルクはまだか？中尾明。笑った。じわじわ来る。ネジネジマフラーあれば完全に一致。プリンミックス。不使用。わかったと聞こえ出して笑った。せやな。カラメルシロップはいいんかい。気づかないよー。USA の極秘サミット。
モックモフやないか。うさうさうさ。かわいい。こいつらダンス得意なんだろうな。もう行った？ネズミ。かわいいな。うん、行ったよ。もう大丈夫。出といて。ビビりすぎ。大変。なことしてくれました。なんということをしてくれたのでしょう。言うとる場合か。久々の天才。わろた。しかし回り込まれてしまった。いいじゃないか。全然、回り込まれていい。5ターンごとに増えそう。手落ち。あまるにしてもデカすぎるだろこのネジ。せめてギアって言ってくれ。ネジ？ネジなのかこれ。そんなバカな。まずは足を狙うんだ。イエッサ。いや俺のじゃないから。そうじゃない。マジかやばいぞ隊長。逃げろ。磯の野球しようぜ。言ってるって想像したら。中島イケメン。壮大なスケールで。めっちゃ叫んでるな。紙相撲でありがち。顔。なんなんだ上からの光は。無駄に高画質に見えるのは俺だけか。くっそわろた。もう？違うけどそれでいいんじゃない。表情。諦めんなよ。妥協も必要だよね。使われすぎて疲れたよね。新たな敵区。同心一。せめて山口勝平であれ。何があったんだ。これがコナンの正体か。嘘つけ。自由をつかめ、パ。シレメロス。パシルな。自由をつかめで笑った。歯切れよくてくさ。俺焼きそばパンな。こんなちゃんこ鍋は嫌だ。小さい矢が抜けている。それはまずい。絶対食べたくない。コリコリしてそう。くさ。サービスエリアで置いてかれた。一回やられたことあるわ。バイク乗れや。車移動しとったんかい。シュールですね。ファールじゃないと分かった時のサッカー選手。あるある。わかる。ダビド・ルイスの最高。切り替えの速さ。弱中強の横に猫ボタンがあった。押しすぎると家中猫だらけ。毎回押すわ。欲しい。連打やろ。歩きスマホとどう違うんだろう。だから最近座ってんだろ。確かにそうだな。時代が違う。ほんそれ。あった俺の受験番号あったぞ。受験番号やろ。特許棒に受かったか。多分6でもない。多分違う。ガールフレンドかっこ髪。かわいそう。悲しすぎる。画像の男の演技力がいいな。モテそうなのになこいつ。この先バンド解散の恐れあり。見事に別々。方向性の違い。うまい。違いすぎでしょ方向性。寝てる人がいるので静かにしてもらえますか。さすがだわ。首にしろや。なんという皮肉。寝させるなよ。あ、下学校に行けない。そら行けないわな。安い理髪店使うから。だよな。明日どころか今年いっぱいきついだろ。不審者を集めて林最上川。最上川怖い。俺のファンタ返せ。流されるの。どういうことだってばよ。パカ、説明しよう。その声、富山さん。ぜひ聞きたい。かわいい。タイムボカンシリーズのお約束。キムタクは残ると知った時の中居正広。やめて。似てる。それにしか見えん。どんな格好してんだ。試合の途中ですがお車の移動をお願いします。パチヤカ。マジでいそう。レスラー本人が。さすな。ライザップ休憩時間中。サボってんじゃねえよ。悪そうな顔してやがる。自慢げにこっち見るな。いい目をしている。今日のゲストはおまんじゅうかしら。うるせえ玉ねぎ。めっちゃ楽しそう。仲いいな。面白いや。ウケる。姫様はわしのこの手を働き者の手だと褒めてくださる。実はニート。癒し。ニートじい。かわいい。葵くんの懸命のバタ足もここはプールではない。結構進んでるような。ズザザザ。血出すぎ。バカなのか。上司を晒してみた。少しホッとした。すがすがしい顔してやがる。少し。めっちゃいい顔やん。お見事。ルマンド10年分ご当選おめでとうございます。うわい、やった。いりません。一括で渡されても腐る。一緒に住もうって言ったじゃん。違う、一緒に住もうだ。本当に言ってるな。うまい。卒業したらか。おいおい。詐欺師同士を戦わせてみた。陣内智則のコントか。これやりたい。聞く聞くじゃんか。すごく興味があります。野
勤明けからそのまま早番。老期に行こう。絶対ミスするから。私がまさにそれ。そしてそのまま夜勤へ。手短に矛盾してください。サッカーの腕前。お足並み拝見と行こうか。まあね。キーパーなんだろうな。うまいな。昔話に相撲要素を加えてください。小結びコロリン。感心したわ。うまいな。泣ける。負けっぷりがいい。卒業証書の開け閉めが盛り上がってる。盛り上がりっぷりがいいね。うるせえ。狂気を感じる。確かに癖になる。ハリーちゃんと野菜も食べるんだ。野菜はアバだけダブらしました。画像がずるいぜ。肉と麺だけじゃね。こういうの好き。いじめた猫が先輩連れて仕返しに来た。おう。誠に申し訳ございませんでした。へえ。先輩桁違い。ゴエモンに切られたことに気づいてない。服だけな。この後全裸に。怖い怖い。あれっていうやつ。紙を出せ。カンドル。うちは生鮮食品は扱ってないもんで。外のやつもパニックだぜ。大事なところで紙紙。群馬県庁。木材を加工する技術があったのか。新築かな。そんなに立派じゃないぞ。島根なんて洞窟だぞ。大仏に書いてあったら嫌な言葉。三度目。怖くて近寄れない。とばっちり。仏の顔も三度まで。嫌だな。野菜担当の夫が捕まった。大胆すぎねえ。夫婦で何やってんだよ。野菜担当って。絶対バレるだろ。ここ結構高いな。鳥、100レベ。フライトチキン。お前飛べたのか。誰やねん、子結構にこんなことさせたやつ。あーん、またカメラ仕掛けられてるしん。クロちゃん。貴様、水曜だな。顔がリアルだわ。あの会話マジで笑ったわ。なえとる。根に持つタイプ、ネチネチポケモン。わろた。草タイプだけに根に持つってか。なえとるがなえとる。嫌だな。切れ字に水流鏡がダイレクトアタック。もう鏡じゃないよな。ターンエンドですわこれは。ああ。迫真の表情が。俺たち仲いいもんなって肩を組もうとしたらさっと避けられた。太郎のが先輩やろ。さ、悲しい。説明。今から力入れます。今から？これでまだ力入れてないのかよ。本当に潜水。トグロ弟みたいになるんじゃないか。先回りして上司のボールを林に打ち込む。これは多分当たらない。池でもか。最低。ストレス溜まってるんだな。ストレスを減らすたった一つの方法は、SNS をやめること。はい。そうだね。グーの音も出ない。ひろゆきかな。速報、菅首相。エロスに国境はない。その顔で言うな。名言。突然どうした。俺は菅さんについていくぜ。野菜室の奥から出てきた。野菜全部捨てなきゃ。腐ってやがる。もうホラーじゃねえか。どっちかというと冷凍庫からっぽい。あなたも次、試合でミスするとこうなりますよ。怖いわ。どうしましょう。そして誰もいなくなった。どういうこと？俺は聖帝サウザー。ホモかもしれない。謎の躍動感。いやん、正直。いろんな意味で怖いわ。衝撃のカミングアウト。アットホームな地獄です。なんか風刺画みたい。左上のやつ溶けてるやんけ。暖かい雰囲気ですよ。楽しそうで何より。愛護団体って食べていいって本当？遠慮せず食べな。やっちゃいなよ。どうぞどうぞご遠慮なく。味は保証できないがな。悩みを教えてください。回想シーンしか出番がない。回想シーン。いきなり出し抜かれる。どんなシーンよ。爽快爽快。床掃除は終わったかい？赤モップ。赤モップってもはやいじめ。やっぱりガチャピンは演出ですぞ。本性。だって、卵埋めるもん。よし、天才ですね。利用客は卵埋めないけどな。それでもアウト。卵埋めるもんじゃねえ。生前葬に仮想オプションつけてたっけ？音量を上げろ生前葬だ。言うとる場合か。燃えとる。生前葬のはずが。待て、こいつはここからが面白いんだ。鬼畜。アディクショナルタイム5分追加。ワクワクして待つ。ハードル上げるなぁ。まさかの戦いエルサ VS 松岡修造。かっこいい。壮大すぎる。その前に何故修造とエルサが？終わった。
トントン相撲の素材。切り取って遊ぼう。トントン動いてるの想像したら草。じわる。鉄さんだと、強すぎるだろ。登下校、よそ見おしゃべり。混じりたい。引かれてください。クラクションで呼びかけは怖い。それはそれで大変だ。やばいやつだ。桃太郎が好きな三つの木、キジ、キビ団子、キジ団子。んキジ。やめたげてミートボール。食うな。だから島次郎って呼ぶな。島次郎がかわいそうだろ。こんなんチャレンジ島にいたら死ぬ。そんな怒らんでも。リアルな方ね。清少納言が言わなそうなこと。春はあげぽよ。冬はつらたん。確かに言わないな。FGO で言いやがった。なぎこさんで草。ハリウッド版島次郎。ハリウッド版ってとこがいいね。島次郎とミミリンか。ウサギは恐怖だろうな。鳥すでに食われとるやん。何を渡された？ペーパーレスにご協力を、内閣府。普通にありそう。小泉公文もマサオ。アホ。矛盾しとる。なあこれか？これが悪さするんか？浮気がバレた。この顔。世界一情けない百獣の王。表情豊かやな。鬼ヶ島の決戦当日までに犬がきっちり仕上げてきた。強。筋骨悠々だな。すげえ。可愛かった墓地が。ネズミ界の出川哲郎。押すなよ押すなよ。リアルガチだから。やばいってこれ本当にシャレにならないって。食うなよ、食うなよ。曲名を一文字変えて変な曲にしてください。モツは。お、センキュー。とりあえずありがとう。シンプルにおもろい。どんな曲？みかん剥いた後の親指。何はろ天然。柑橘系の匂いがしそう。剥いたったぜって感じの爽やかさ。もうそれにしか見えない。ネスコの写真を拡大してみた結果。マジか。だと、思ったよ。なんだ。世界の歴史的ミステリーをあっさり解くな。人が見ていないとすぐにサボる。すげえくつろいでるやん。シャキッとする瞬間を見たい。熱かったのかな。えらいことになってるやんか。し、なないように祈る。ミスってからの切り替えの速さ。もう遅い。が、頑張れ。頭の回転は速いのに体がついていけてない。信じられない。かい？私がパン君だって。ええ、性別メスだったのか。こっちが本物。人間に近づいてきたな。争い、末は勝つが今はあし。林修、今はまだダメです。冷静に止められた。今なの？好き。まさかの。スマホあったよ。どうやって無傷で入ってん？頭のネジ飛んでんだろ。ターミネーターを彷彿とさせるシーン。命がけのスマホ回収。無課金で育てたかぐや姫。誰一人未練なく月に帰れそう。むしろ育ちすぎなのでは。でも強そう。グレトルやないか。水前時期横の2。どと歩けない体にしてやろうか。怖い。笑顔で言うな。うまいな。ピンクの感じとのギャップがたまらない。驚愕の指6本。AI またお前か。また AI くん指増やしてる？東南アジアでは家計的にあったりすんだけどね。ほんとだ。少しかじった程度の知識。申し訳なさそうなのが草。お前の方がかじるんかい。少し賢くなったかな。シュールすぎだろ。ハゲの意外なメリット。もうハゲない。俺これめちゃくちゃ好きだわ。全問答見てー。ポジティブ。失うものは何もない、無敵の人。ハイタッチをスルーされたのでヒトラーに忠誠を誓う。ごまかし方が神。相当カッカで草。誓うな。それで乗り切んな。私もこの暖かい部屋に入ってもよろしいでしょうか？入ってきてー。うむ、入るよろし。おいで。可愛いからやめなさい。めんつゆは中に入ってますので。丸かじり推奨。むしろどうやって崩すのか知りたい。食べ物で遊ぶな。ジョバーってなりそう。お。前イチゴ食ったろ？おい、口開けてみろ。ぷい。くす。おい、偽物が紛れ込んでるぞ。なんだこのコメント欄。この悟りというフォルダが開けません。開けちゃダメなやつ。怪しさ満点。これは殿堂入りしてほしい。すごい。俗物すぎる。お逃げなさい。それにしか見えない。くだらなすぎて笑ってしまった。と、見せかけてラケットで突っ叩く。ここにいたらボコボコにされるわ。OS1 を飲む前のところジョージ。取り扱い注意。ガリガリやないか。
ところさんの体の9割は水なのか。干からびてるんかい。弱そうにして。対象年齢6歳以上。一気におもちゃ感覚。あの名セリフが君の心を躍動させる。バンダイ。喋るんだ。隣の柿は客空柿だ。多分そういう画像だろ。言い間違いが現実に。隣の柿はよく客空、客だ。人食い柿。その症状、逆流性食道炎かもしれません。辛いだろうな。すげえ勢いで噴射してんな。多分違う。吹き出してる。俺は聖帝サウザー。何度も何度も言わせるんじゃない。増えた。ごめんね。なかなか名前覚えてもらえんのやね。久しぶりに大笑いした。5分持つカラータイマーが発表された。別にハマスタでやらんでも。右下誰だよ。一般人興味なさそう。でも5分なんだ。羽生譲らないのように否定形にしてください。吉沢ひとみない。上手すぎ。いろんな意味でね。天才。もはや皇帝なんだよな。クリスマスの朝プレゼントがなかった。えげつない報復。親父半袖やんけ。もうバレてる。その前に、靴でベッドに上がるな。さ、がしています。本物の魚になっちゃった。案外マリンパークあたりに。行方不明か？海は広いからな。見つかるかな。なんというかその、味のゴミ収集車ですわ。気まずそう。どんな味だよ。まずかったんだな。気まずそうなのに言うことは言うのな。で、言ってやったのよ。ミルクは卒業だってな。ははは。そのうちおむつも卒業。次はウバグルマ卒業か。顔。行くよ。翼くん、OK、美咲くん。ツインシュート。この発想はやばい。どう蹴ろうとしてるんだ。妄想としか見えない。では右に270度曲がりましょう。なんかかっこいいなお前。トンチか。さすが一級さん。要するに左折かよ。埼玉県内の猫の9割が、飛んで埼玉を2回以上見ている。そりゃ大ヒットするわい。映画館あるの？猫なのに。マジ？エロに見えた人素直に欲しい。はい、いやー、ごめんなさい。君はボケてが何かわかってる？正直にあげるね。見えてしもた。こんな葬式は嫌だ。菊のブーケトスがある。これで次のお迎えが決まるのか。誰が投げるんだ。なかなかの鬼っぷりだな。みんな逃げる。子供の、頃の夢であって、未だときつい。アボキンデストロイヤー。血糖値がやばい。鬼のように歯にくっつくよね。眺めるにはええな。お兄ちゃんだけいっつも新しい服ずるい。これどっちが言ってても変じゃないボケだよね。あやたか吹いたわあやたか返せ。いいぞか。勢い。自宅を利用する際の嫁との約束。金だけ納めに来いと。微動だにしないこと。ダメだこれ。宿泊飲食もダメなのか。認知症のおじいちゃんがまた車を買ってくれた。そのじいさんくれよ。支払い日に地獄を見る。しかも全部同じ色。いい加減気づけ。丸罰ゲームは、罰か丸よ、マジで。当たり前。でしょうね。マジでも説明いらんから。3回読み直してやっとわかった。何度楽譜を読み返しても自分のパートがない。先にスコア見ときなさい。俺、忘れられてる？なぜ読んだ？適当に叩いちゃえよ。5000円札に載せる表情に迷う。全部なし。面白い。使うとき、そんなに笑わせたいのかよ。全然こっち見てるのないじゃん。いらっしゃいませ、お一人様ですか？お一人様ですよね？そんな顔してる。こいつ。隣の人に頭しばかれてそう。失礼だな。時刻は12時26分と。かわいい。耳時計。聞いたら答えてくれるウサギ欲しい。ルイス・キャロル、時計ウサギってそういう意味じゃない。5分って、まるで300秒くらいに感じない？計算はできるんだね。どうでもいいわ。奥の人ちょっと引いてる。そうだね。子供に買いに行かせてはいけないもの、お酒、タバコ。旬。大人もダメです。売ってもいけないけどな。先起こされた。回春。低予算なチャーリーとチョコレート工場。チョコレートらしからぬ匂いが。衛生上大丈夫か？自宅裏で取れるわ。チョコレート垂れ流すな。崖っぷち、大好き。それが彼の最後の言葉だった。やめろ。
人類もここまでか。そして世界は氷河期に。もうお題で増えた。料理が苦手な嫁が作ってくれた豚の角煮。宝石じゃねえか？食えるのか？え、豚？角煮？カッチカチで歯が折れる。アクサダイレクト。昔から背の色の表現は黄色なんだね。江戸っ子もびっくりだ。もうその画像でしかないように見える。上手さえ嫉妬さえ覚える。アントニオ命、瀬戸内寂聴。見た瞬間うっさいわって笑ってしまった。くそくだらんこんなんで笑うとは。ずるいな。とっても好き。ポテトは野菜だからヘルシーに決まってんだろ。本当に言ってそうで怖い。隣の子も完全同意だな。くそわろた。油で揚げとるわ。埼玉県民が都内に入れなくなった。唯一の取り柄が。埼玉県民、は？出ていくフィールド。電車とか乗ったら大惨事だな。お前は砲丸投げだと言ってるのに聞かない。お前も砲丸にしてやろうか？可能性を信じる獣。柔道でしょう。100kg 走かな。ハゲてるにもかかわらず近所散歩、周辺住民を不安にさせた疑い。不憫すぎる。かわいそう。ひでえ。いいじゃん別に。ひらがなにすると可愛く見える言葉。山口組。間違いない可愛い。声優かグラビアアイドルかと思った。幼稚園っぽい。確かにラブリー。やったね。また今年も男子の下駄箱に高そうなの入ってた。俺のチョコ。窃盗犯。ガチチョコじゃん。毎年やってんのか。ほらほら。川島にミルク飲ませたらゲップさせないと。川島。かわいい。鬼の形相なのに。ボンバーの顔がまたなんとも言えない。さっきからこいつのせいで娘にピントが合わない。何のダンスだよ。今日の主役はこいつやな。もうこいつを娘にするしか。じわじわ来る。親父あと1万円貸してくれ。そろそろなんだよ、波が。英才教育。何歳だよ。波が、じゃねえ。顔がもうできてる。もはや、森ですわ。クラスに4人林くんがいた。森入るわ。確かに。小林が4人なら実際にあった。星型座布団3枚。永遠に白いのが出るんですよ。米研ぎの加減を知らない。みんな通る道やな。永遠と。いつ炊けるんだろうか。初めて研いだ時思い出す。六男、東馬くん、次女、みるきちゃん、三女。赤ちゃん。ある意味普遍的。強そう。そこまでやって適当。子供かわいそす。ご一緒のポテト食べてもいいですか？体に毒だからダメよ。お前ポテト食うんか？ポテトと言わず全部お召し上がりください。ご一緒にならいいよ。名言やタイトルに紙を加えて面白くしてみてください。金髪太郎。じゃらい。太郎なのに金髪。迷惑系っぽい。見てみたいかも。国会議事堂の有効な使い方。ゴジラの撮影。内閣総辞職ビーム放射。ぶっ壊して完成。確かに。壊される前提かよ。名言やタイトルに紙を加えて面白くしてみてください。金髪太郎。太郎なのに金髪。迷惑系ぽい。じゃらい。見てみたいかも。受刑者の呼び方、呼び捨て。被害者の名前で呼ぶ。逆にわかりやすい。青葉真司大変なことになるぞ。これ賛成。スーパー陰剣。命をかけて家康に。アピール、春日のここ、空いてますよ。めっちゃ美化されてる。かわいい。語呂が良すぎる。じゃあ代わりに俺がそこに。ケーキ食べようぜ、肉食えよ、唐揚げ、寿司。野菜もしっかりね。優しい。バランスバッチリ。煩悩の中の優しさ。お母さんか。隣にいる兄が恐ろしいスピードで成長していく。成長チート持ちだったか。ボケてじゃなくて怖がらせてだった。ヒゲ生えてる。え、父なん。次に退場するのはテレビの前のあなたかもしれませんよ。なんでだよ。テレビの前のあなたは入場すらしてねえし。やかましい。ドキッとした。工具をかっこよく取るコンクール最優秀作品賞ラジオペンチ。寺かっけえ。遠近法で撮ってるのかな。天才か。使ってみてーわ。トイレットペーパーを使い切ったら、死んでたんですよ。シンと死んでたをかけるとは。うわぁ、シン食ったあたりだわ。今使ってるわ。そういうことか。お父さん、城島さんが欲しいのは捨てる野菜よ。ダッシュ食堂。それでも株は抜けません。父さん、気持ちはわかる。大海洋のやつを。
鍋の白菜の隙間から肉団子が浮かんできた。本当に白菜にしか見えない。肉団子って、浮かんだということは食べ頃である。誇らしげ。すみません、今。モテない男のアンケートをしてるんですけど。めちゃくちゃ失礼。張り倒せ。後のバキバキ童貞である。失敬なモテないけど。名言を改造してダメダメにしてください。じっちゃんを手にかけて。むしろ犯人サイド。実してください。あかん。法律的にダメダメにするな。アンパンマンに出ていそうだけどいないキャラを考えてください。サンドイッチマン。間違いないね。ちょっと何言ってるかわかんない。うまい。実はいるんだ。もう。食べる羊がいないよ、むにゃむにゃ。数えるんじゃないんかい。羊なんかやべえのがいるぞ。食べるんかい。数えた羊を食ったな。その、ケーキのフィルム舐めずに捨てちゃうの？それが一番うまい。カステラの紙も？ヨーグルトの蓋の裏も？大人はアイスの蓋も舐めんよ、人前では。さが、リュック入りは。いや、自分が前進したんやで。少し明かりて、紫立ちたる髪の細くたなびきたる。切ない。目立つよな頭下げると。大阪はツッコミが多い場所です。これ以上ないくらいの偏見だな。同じ人4人ずつ惹かれてるやんか。まずこの画像なんなんだよ。ツッコミ、か。伝次郎先生がまた電圧間違えた。マッドサイエンティストだよあんた。あってたまるか。また第3次を。電圧間違えたところの話じゃねえ。久々にデスクトップ開いたら家が建っていた。ちょっとロマンあるな。デスクトップの中に人住んだ。Windows のマークにも見える。誰が住んどるん？ナチュラルな割り込み。いやむしろ男の子が割り込んだのでは。あくまで自然な感じで。女うさ、割り込んだな男。こいつ割り込んだ。すげえ見てるな。埼玉県民にどこに住んでますかと聞きました。千葉市くんね。川越は小江戸。船橋市民が東京住みですって言い張るようなもんか。県民。伝次郎の実験が人知を超え始めた。伝次郎先生超え。落ち着け伝次郎。先生は世界を手に入れるつもりか。神にでもなりたいのか。私がこうやったらじゃがりこでしょうが。じゃがりこかよ。吹いた今までで一番インパクトのあるボケだった。知らねえよ。予想の斜め上タアコのことだ。風でダウンしてるとこ悪いけど、遊んで。仕方ないな。あるある。下僕、承知しました。ご主人様。肺炎になる覚悟で挑む。ボラギノール研究所。もう写真見た時点でそれにしか見えなかった。しんのすけの就職先かな？位置はそこでいいのか。パンツ履こうぜ、風邪ひくぞ。隣の部屋との壁の薄さがどうすぎてる。壁というより障子やん。もはや布。この壁作った人、人間国宝やな。もうこれは同居だな。13人で試合に出てみたけど2秒でバレた。最初に並ぶ時にバレそう。あいつら、またやるぜ多分。そりゃバレるだろ。そんな小細工いらんわ。美少年力士セーラー継承第1話。月に変わって押し出しよ。誰がタキシード仮面の役になるの？これはうまい。そこも細工いるんだ。押し出し。ガンジーも助走つけて殴るレベル、みたいなことを言ってください。林修もアスするレベル。最高。うますぎる。別にいいじゃん。確かに。名言やタイトルに2を加えて面白くしてみてください。痛風とともに去りぬ。痛そうだな。そりゃ帰るわ。痛風マジできついぞ。お大事に。一人につき一つ食材持ち寄って鍋やろうとしたらみんな塩持ってきた。ただの塩水。この空気感がウケる。徹夜のしょんぼり顔。見える。こい。ウォシュレットの弱、強、列の隣に謎のボタン。何がこいの？こいは押すやろ。もはや列が当然のように。列がすでに謎だけども。逮捕。アルジェリア人の疑い、ナイジュリア人、オニヤバ、トニー容疑者。オニヤバ。冤罪だと思うよ。どっちでもいいし。どういう罪なのか。前髪どうしますか？生やしてください。それは、できかねます、ブフー。無理なんだい。ない髪は揺れぬ。まあこれは聞く方が悪いよね。逆さから見るとヒゲ生やしたインド人でござる。騙された。言われてみるとそう見えなくはないかな？見事に釣られた。全く見えねえ。無理ある。犬が世界を支配した時最初に作る法律は？
日本国憲法。生類憐れみの霊的な。その日人類は思い出した。うまい。いいと思います。佐川急便です。確かにお命を預かりいたしました。佐川作戦。ラミエル。預かるにとどまらず奪っとるやん。佐川作戦は草。体はうまくかけたし頭も上手にかけた。確かにうまくて上手って。座布団差し上げて。なんでもありの棒あの B 級サメ映画で作りそう。お上手。1、シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで。思わず笑った。思わず笑った。不覚にも大爆笑。何笑てんねん。歌える。息子の部屋にポスターが貼ってあるが相撲が本当に趣味なのか不安だ。ああ。心配だな。こんなショットばっかじゃな。そっちの意味での趣味か。愛媛、徳島、高知、くっそ、あと一つわかんねえ。お前じゃい。狙いすぎやろ。とりあえず今は試合に集中してくれ。君の名は。タイトルや名言の一部を機に変えて面白くしてみてください。13日の木曜日。ただの平日。オフの日。平和そう。先はまだ投げ？ゴンお前だったのか、ミサイルから国を守っていたのは。お前だったのか。渋谷で像にしたくなるレベルやないか。キツネじゃなくて犬じゃん。蜂だぞ。欲しいか欲しくないか微妙な特殊能力。半透明人間。使いどころがわからん。いらねえ。ただ影が薄いだけや。逆に目立つのがネタに使えそう。おじいちゃんの徘徊ルートがやばい。徘徊で真珠湾攻撃したのか。すでに海外をまたいでまっせ。伊能忠敬、負けた。わしは海賊王になるんじゃ。修学旅行の集合時間あと12秒のところで田中くんが来た。大学。もう自分で行けるよそれ。そのまま現地行けよ。さすがは田中だ。よくぞ私の変装を見破った。変装する意味があったのだろうか。画像だけでも面白い。お前の変装などを見とう。何？何の変装だよ。ん？ちょっと待って。おばあさんは可愛い洗濯に行ったわけね。オーライ。ほんとだまだ序盤。先投げー。まだ序盤なのに。いつ終わるねん。世界遺産の名前を少し変えて価値をなくしてください。姫、二条。むしろ勝ち上がってない。すごいな感動したわ。姫二条、うまい。センスパネー。次回、緊急発進、傷だらけ。の新車はロス。やけくそ感が伝わってきた。これは笑った。やばい涙出る。緊急発進なんかするからや。スヌーズ15回目でなんとか間に合った。目覚ましをオフにしなかったのは立派やで。髪直す余裕はなかったか。間に合ったけども。天才的な寝癖だな。夜のうちにタピオカミルクティーを塗っておいた。新種のカブトムシかな？ルーズソックス、時代を感じる。なたでここ世代でねえか？蜜に誘われる虫かよ。LINE 見てる、インスタ見てる。FX で地獄見てる。表情。かわいそうに。だからあれほど知識なしで株はやるなと。なんで昨日の俺のこと知ってるんだよ。猫の手借り続けたら独立された。猫、食うか？店長、うまい。もはやいる。どんだけ借りたんだ？人の手も借りたそうな感じやね。鉄砲の弾を避けまくるゴン。ジジイももう諦めろよ。ゴンだと気づいてるのに撃ち続けてるの草。悲劇かと思いきやコメディになっちゃった。標準ゴン、超馬。埼玉から東京まで行く客が寝てる間に、一旦札幌を経由する。そしてこの表情である。一旦で済む距離じゃない。遠すぎる。無慈悲。アンパンマンにいそう、けど本当はいないキャラ。ハンバーグ師匠。ハンバーグ。いそうというより出てほしい。え、いないの？ひき肉を集めて焼いたもの師匠。新しい顔ってなかなか定着しないのね。取り外し席だからな。いつもより多く回しております。でも元気100倍。バタコは毎度毎度回転かけすぎ。どう考えてもおかしい理論。大事なことなので一度しか言いません。他の誰かに聞かれたくないのでは？これを最初に言い出したやつおかしい。確かに。ほんとだね。猫ジャムおじさん。人生が嫌になったジャムおじさん。疲れてるな。猫になりたい時だってあるさ。ナチュラルに増えたわ。毎回同じやられ方するアンパンマンのせい。乗るんで閉めるボタン連打するのやめてもらっていいですか？
顔が怖すぎるからだよ。のせん。あんたが落としたおのを届けに来たのにな。声出して笑ってまったやろ。次の言葉と、反対の意味の言葉を書きましょう。メロンは野菜っすね。そこか。突然の死。男子が死んだ男子が死んだ。一瞬わからなかった。近く、上部マントル、下部マントル、D 層、外角。とろーりクリーム。とろーりクリーム。うまそうやんけ。一気にビビに。これが地球グミか。審判、磯の匂いが、かなり濃い磯の匂いが、海が見える。うげえ。一ヶ月間熟成しました。そこんなんで。アホすぎる。お嬢様系ジョイ、ご臨終ですわ。じいや、燃やして差し上げて。じいや、時計を。関西人おっちゃん、ご臨終ですわ。かしこまりました。ですわね。猫の手を借りたら上司になってしまった。猫の方がはるかに仕事ができたと。言うのう。猫に仕切られるのも悪くはないね。10時と3時にチュールは必須やで。オレンジは英語、ブドウは日本語、アップルは何語？ iPhone15。そっちじゃない。その発想はなかった。あながち間違いではない。多分そっちのリンゴではない。ネズミを食べてからなぜか寂しい。追っかけっこしてた頃楽しかったなぁ。表情がうつエンドやん。顔が思い詰まりすぎ。ゼリー食われた。新しいパターン。天使の。養殖なんてしなきゃよかった。できるんか。養殖できるものなのか。天敵がいないからジャンボタニスみたいに爆食しそう。叱るべき場で発表しなさい。ははははは。カカロット、ベジータを選ぶからそうなるんだ。自虐にも程がある。誇り高き戦士のプライドはどうした？なんかかわいそう。割り切ってるのか。UFO にさらわれるの1回目、10回目。慣れてる。右のやつみを任せてて草。9回はちゃんと帰ってきたんだ。自然の摂理として受け入れてんじゃねえか。やっぱ二郎は最高だわ。誰なんだ？二郎って誰なんだ？キヌエー。キヌエー。やばい、めっちゃ好きこれ。CM でありそう。ご主人落ち着いて。ガーディー、子犬ポケモン、人懐っこい性格だが、ハゲに対しては激しく吠える。知って笑。ハゲなら仕方ない。部別ポケモン。ハゲだけに激しく。しっかりしろ黄色そうよ、レモン目を覚ませ、からしスパイシーだぞカレー。レッドがひどい。イエローだよ。チームワークないやんけ。名前に統一感ないし励ましになってない。大谷翔平くんと結婚しました。彼は二刀流ですけど大丈夫ですか？二刀？え？意味がわかるとやばいボケ。ということはまだチャンスはあるな。やめなはれ。タイトルを少し変えてちょっとエッチな感じにしてみてください。相棒。ちょっとどころじゃねえ。二人だけの匿名係。テレビ朝日で放送できないねえ。だいぶエッチだ。ちっちゃな頃から、老け顔で、15で初老と呼ばれたよ。それなりにいる。普通に歌える。不良と初老の頃がいい。歌がリリースされた時からある替え歌な気がする。すまねえ、俺には家族がいるんだ。わかってくれ、よしこ。そう言ってるようにしか見えなくなってきた。若いのに。しんちゃんだな。めっちゃ笑顔出てふっとるし。悪いな、伸びた。この地球を守るための隕石破壊ロケットは一人乗りなんだ。頼んだぞ。容赦ねえ。おいおいおい。いいやつじゃなかった。生贄にされとる。令和版泣きっつらに鉢。不景気に増税。スタグフレーションや。悲しいかな、上の方は好景気なのだ。笑ったけど、笑いことじゃねえわ。歌丸さんクラスの答え。数十年前、おめえな人身売買なんてもう古いんだよ。カーネル時代はスマイルさ。まさかのドフラ。ドフラミンゴ。クソワロタ。あのシーンか。外国のネズミはこんなに手ごわいのか。それよりも外国の猫の打たれ強さに称賛を。社会勉強だな。犬好きの気持ち考えろ、ネズミもな。手ごわいというか。地獄の戦場からニューヨークへすごい奴が帰ってきた。こう。上長来たー。やべえ。怖えよ。地獄の戦場。すごい奴が帰ってきた、工場開けすぎだろ。後輩に俺から色々盗めよと言ったら、カバンからスマホとか財布とか色々盗んでいる。そうじゃない。声出して笑った。容赦ねえ。犯罪です。逮捕。電車になりすまして乗客を騙した疑い。トランスフォーマーかな？どういうことだよ。確かに281系みたいな顔している。コスプレもここまで来たか。
他人と比べると、俺は優秀。俺の時代が始まる。やだかっこいい。知らんがな。自己肯定感のモンスター。そのポジティブを見習いたい。やっぱやめとく。有名なことわざを少しだけ変えて、なんじゃそれな感じにしてください。五十歩百歩。なんじゃそれ。増えた。ふなっしーで再生された。めちゃくちゃ楽しそう。リンゴとラッパに挟まれんのはもうゴリゴリなんだよ。顔ムカつく。もうゴリゴリ。そんなん言い出したらゴリラとパンツに挟まれてるラッパが浮かばれない。中に人入ってない。座ってるやつの頭の匂いを嗅ごうとしたら、いきなり立ち上がった。めっちゃ吹っ飛んでるやん。何やってんだよ。嗅ごうとしたのは手前のやつか。何がしたいんだよ。フライドポテトは野菜だし、体にいいものを食べてるよ。元ネタはレタス。確かに野菜だ。デブな僕でさえフライドポテト野菜なんて言わんぞ。炭水化物じゃん。自分が今までやってきてすごいと思ったこと。ボケて初日で殿堂入り達成。そういうのなかなかないよな。おめでとうございます。こういうボケが伸びるのか。羨ましい。サントリーほよよい、ひんやりコウメサワー。キンキンに冷やして飲むのがおすすめ。これ若いやつはわかるのか。あられちゃんだな。じゃ、地球割りにしてお召し上がりください。昔話を強化しなさい、レイ。中指姫、鶴の牛の国参り。シン、デレラ。某怪獣のノリ。最強やん。中指姫。強そうだな。何するんじゃ？大丈夫。バッタの能力を持つ改造です。その年で仮面ライダーはきつくねえか？もうちょっと若い人を選ぼうよ。何号？じいさんで大丈夫？タケコプター、頭につけてスイッチを入れるとプロペラが回転。頭にめり込んでいくよ。処刑道具かな？キャー。血管診断。何のための道具だよ。バカオブラートに包んで言い換えてください。お前は本当にオブラートに包まれたバカだな。オブラートに包む？そういうことじゃねえよ。包んでるけど包んでねえ。バカがいる。うちのおばあちゃんは、初めてタピオカを飲んで、あやたか、と言いました。このばあちゃん大丈夫でしょうか？味覚がバグっているのか。結局選ばれる。緑茶ミルクだった。入試くらいなんだよ。俺なんて玉取られたんだぜ。成長過程と虚勢を比べるなや。先輩、笑えないっす。何このしみじみ系。寄り添ってくれる慰め猫。あれ？6コースの帰宅部は？もう帰ったって。さすがは帰宅部だ。さすがは全国大会優勝したクラブなだけはある。熱心やな。帰宅部の鏡だ。イケメンは死なない。それが彼の最後の言葉でした。死亡フラグの模範解答。じゃあ僕も大丈夫。つまりお前はイケメン育ったってことだな。サメあらやだイケメン、食べなきゃ。うるせえ。増えた。頭へこんだじゃねえか、どうしてくれんだ。確か本当は自然の叫びの凄さに耳を塞いでるんだっけ。この人は勘違いでしばかれたのか。かわいそうに。容疑、見た目が怪しいにもかかわらず、犯人ではなかった疑い。もう、存在すること自体が罪なのか。理不尽の極み。無実なのに逮捕。どういう罪だよ。おっとここでお好み焼きが、湯飲みと焼きそばを抜き去り、1位に躍り出た。なんか画像に疾走感を感じた。天才。回転寿司レーンちゃうで。楽しそう。お祝い、アイスクリーム、イボ、村長の罠だった。死因は何ですか？村長の罠。アイスクリームは小豆バーか？村長の罠怖すぎ。ツッコミどころが多すぎるわ。香川、愛媛、徳島、高知までは思い出せたのにあと一つが思い出せない。なくない？淡路島？それじゃ五穀だな。あいつも思い出せないんだよな。大切なのは過程です。結果だけなら、藤井くんの勝ちでいい、羽生善治。諦めんな。白旗。完全に負けた言い訳でさ。悔しさがにじみ出てる。ハッカ、ご主人、何度振っても私しか残っておらぬぞ。いい感じに穴から出てきてる。ハッカいつも避けててごめん。おらぬぞ。ハッカ派の私にとっては好都合。会議で使うなワースト3。そもそも、厳密に言うと、先生おしっこ。そんなこともあったな。学級委員会。先生はトイレじゃない。先生はおしっこじゃありません。食用、スパイ、弱点。すぐツイートしちゃう。今、お題主を始末しました。いいねが1万。ダメダメじゃねえか。
だからラストミッションなんか。お前向いてないよ。お前どこで寝てたん？ほんま、どこで寝てたん？顔両側に跡がついてるって、どんだけ寝てる間に動いたんだよ。よく見ると柄気持ち悪い。目つきが小峠は的確すぎてくさ。根に持つ、水に流す。なんか心に刺さった。私疲れてるかも。それより人の顔に見えてならない。そっと左に流す。なんでタンクがイナックスでレバーがとうとう？アホなわらしべ長者わらとみかんを交換。みかんとみかんを交換、みかんとみかんを交換。なんなら食え。エンドレス。無限ループって怖くね。どんだけみかんが好きなんだよ。被告人は最後に何か言い残すことはありますか？目の周りが光ります。知らんがな。裁判官廃棄処分。責任能力なさそう。他にないのかよ。あのゴールキーパー、ボールを手で取りやがった。サッカーのルール知らねえのかよ。ブーメラン入りました。出たよお前がなパターン。満面の笑顔がすげえ笑える。おめえがな。また酔うて帰ってきて何が百獣の王や大阪のおばちゃんの T シャツみたいな顔し腐って。うちみたい。お前もやがな。めっちゃ怒られてる。そう言ってるようにしか見えない。嫁が出かける音、嫁が戻ってくる音。下の写真は現実に戻された顔してるな。もう離婚しろよ。その表情がうまく出てるな。表情の変化がわかりやすすぎる。スーパーのレジで袋を付けしますか？に了承したらついてきた。欲しい欲しい欲しい。そのスーパー教えろ、早く。小さめのもう一つください。かわいいけど、世話が。ケイトラ、パンチラ、脇毛処理、サシスセソノラ。ドはドーナツのド、デワラは？サシスセソノラ。脇毛処理。このコーナー好きだった。ご長寿シリーズは卑怯すぎる。コーヒーが強くないしミルクも優しくない。ミルクのまろやかさったらないな。少し強そうなコーヒーと見た目は優しそうなミルク。白黒つけないっていうかつけられない。絶妙バランス。連続ドラマ、僕は扇風機、第1話。僕の前は宇宙人だらけ。最終は発火、その後。よくやるよね。しかもなんか顔が近い。わーれーわーれーわー。名言やタイトルに今日を付け加えて面白くしてみてください。住めば京都。京都在住。土地の人がにこやかな顔でブブ漬けを進めてくる地獄。住まないと群馬。住めば？昨日徹夜したのに全然問題が解けないわ。やっぱ勉強した方が良かったのかな。徹夜すらいいってもんじゃない。勉強してたとは言ってない。じゃあ何したんだよ。天才。ありえないトイレ。ウォシュレットが今日、大凶、突撃のみ。突貫もありそうな勢い。突撃ってなんだ？突撃にやられた。突撃ってなんだろ？ポチッツドンジャー。愛しすぎたがゆえに起きた悲劇だと私は思います。何にでもマヨネーズをかけて食べていたら病気になった。マヨネーズに罪はない。それはそう。どんまい。どんだけ食べたん？寝る前に言われたくないこと。明日、月曜日だね。新しい一週間を迎えられて嬉しいな。精神えぐられるようなこと言われて寝れなくなっちゃうよ。やめてよ姉さん。頼むめてくれ。兄ちゃんもじゃがりこ食べる？って近づいてきた妹が、豪快に転んだ。めっちゃ強そうなじゃがりこやな。じゃがりこぶちまけた。そして、この表情。勢い。エビワラー、パンチポケモン、何にもしてないようでも見えないスピードで。夏休みは終わるから気をつけろ。エビワラー関係ねえ。はい、気をつけます。課題が。ありがたい。夏休みの自由研究で提出したら、親子で呼び出し食らった。つえ。息子さんね、うまいっすね。お母さんまで何やってんですか。参考になりました。ありがとうございます。気にならない、少し気になる、気になる、非常に気になる、シアルの実。この木何の木？シアルの実。非常に気になる木ですから。元ネタなんだよ。シアルの実はロタ。どこのどなたか知りませんが、車を直していただいてありがとうございました。いいってことよ。姉も強すぎやろ。すごいで。もう仕事ついていいと思う。かっこよすぎかよ。あの名シーンを少し変えて極道っぽくしてください。節子それを弾きやない、弾きや。節子兄ちゃんはここでドロップやな。戦後の混乱期。弾き。なんですぐ死んでしまうん。都心で家賃5万で 2LDK、 それを帳消しするくらいのマンション名は東京拘置所。
マンションじゃねえよ。防犯完璧かよ。庭付きだしな。税金で3食付きですからね。すべて失う覚悟はあるか？飛行機が大きく揺れた後出てきた。ジョセフ・ジョースターが乗っておりますがな。いや、旅行に来ただけやねんけど。聞くまでもない状況だよな。酸素マスクが降りてきた。午後の紅茶を午前中に飲むのと同じぐらいの罪は？1日分の野菜を2本飲む。1本満足バーも2本食べる。糖分は3日分。終身刑だな。重罪だな、ゴヤ。暴力は子供の教育に良くないというご意見があり、怪獣とのダンスバトルになった。本当に言い出すやついそう。3分で決められるか？インド映画かな。地響きすごそう。いいデブ。巨乳である、デブすぎない、くびれがある、エロい。もう一度言う。エロい。もう一度言う。いや、これはデブすぎだろ。大切なことだね。絵が美人顔やんか。小泉と大泉の違いを教えてください。水曜どうでしょうが大泉、水曜は何曜日でしょうが小泉。模範解答。異次元の問い。後半はシャレにならん。草。袋閉じのスケスケ T シャツ丸見えスカートがこれだった。気持ちはわかるよ。少年はそうして大人になってゆく。かっこいいけど、そうじゃない、そうじゃないんだ。これはこれでそそるじゃないか。俺は一体何をしていたんだろうな。マイページを見返してみた。過去を振り返るな、前に進むことだけを考えろ。黒歴史製造機。みんな無駄な時間を使っているから安心しろ。誇れ。スーパーあるある。可愛い店員のとこに並んでたら、隣のレジのおばちゃんに呼ばれる。あるある。店員さんも同じこと思ってるだろうな。人生そんなもん。おばちゃんのが仕事早くて草。10人に1人くらいは伝わるあるあるを教えてください。好きな人とのメールを何度も読み返す。わかるわ。甘酸っぱいな。なんか懐かしくなったよ、グッジョブ。俺なんかメールすら来ないんだよ。最後の1人が帰るまでバレンタインの希望は捨てない。生徒が帰ってもまだ教師が残ってるぞ。悪いこと言わんしもうやめとき。切なすぎる。掃除手伝って好感度上げる方がマシと思う。このように、ノリが卵に激しく求愛し、ノリ玉は誕生しました。卵偉そうだな。明らかにノリ率高い。左にしっかりゴマも求愛を受けてる。墓の最中だよ。マクドナルドからのお願い。銀の湯の背に乗ってのドライブスルーのご利用は、ご遠慮ください。いねえよ、そんなやつ。想像したらシュールすぎてじわる。いいじゃんか。むしろ来てほしいだろ。左手からコーンポタージュ、右手からミネストローネが出るスープバー、人間の悩みとは？止まらない。スープバーさんの水分がなくなっちゃう。あばばばばジョバジョバジョバ。シンプルにかわいそう。せやな。職員の呼び方、先生など上下関係を生みやすい故障廃止。人参さん、ごぼうさん。声出して笑った。吹きだけ呼び捨て。幼稚園の先生かと思いましたよ。むっちゃ笑た。狼少年の狼が来たぞーより村人が驚く。中日に大谷が来たぞー。中日ファンですら止める。多分そいつは小谷とかいうやつ。さすがにないわな。中日というセンスが最高。小島よしおのギャグ、そんなの関係ねえがかっこよく聞こえる場面とは？結婚。だってもうすぐ私死んじゃうんだよ。かっけえっす。泣ける。おっぱっぴーで台無し。キュンときた。あなたのボケの中で自信があったのに星がつかなかったボケを教えてください。見に行きます。島村のボケかな。どの島村だ。好きだねー。すべてはここから始まった。どれだよ。現象戦士ダイエットマンの敵キャラを教えてください。怠惰の魔人明日から。ネーミングセンスかっけー。ラスボスかも。四天王クラスの敵やないか。敵幹部には暴飲と暴食の兄弟がいる。上腕二頭筋にインタビューするのやめてください。結婚するのか、しないのか、どっちなんだい。三角筋やで。そこにマイク向けるのはセクハラですよ。上腕二頭筋さんは何かありますか？一緒に帰ろ。帰宅部部員募集中。後に野球部とサッカー部を廃部に追い込んだ。わしもオセロ部やめる。バスケ部やめます。すでに帰宅部の俺に抜かりはなかった。恐ろしい影響力。万一、症状が改善しなければ、責任持って、とどめを刺させていただきます。万全のアフターケア。28年の信頼と実績。何この病院。頭におむつかぶっとる。サッカーしようぜ。サッカーってどんな遊び？
頭を蹴る遊びさ。この直後少年を悲劇が襲う。あまりにも無防備。あ。逃げろ少年。定番だがだからこそ面白い。お客様の中にお医者様はの呼びかけをドクターマリオ全ステージ制覇の実績を持つが心を鬼にして無視する。その方がいい。そうしなさい。無視して正解。お前じゃねえ座ってろ。学校に絶対あるもの。1位机、2位椅子、3位黒板、77位。眠気を誘う声を持つ先生。いるわ。絶対いるよな。先生物扱い。むしろ1位だろ。納税義務はあなたがオラーと生まれた時から始まっている。ナポレオンヒルチョ、田中貴明役。余計泣くわ。こればっかりはな。黙って生まれれば義務なしやな。産声でこれだ。道端に落ちてるエッチボン。かっこいいセリフを言って拾ってください。レディオこんなところに置き去りにはできないな。紳士だかなんだか。草。最後まで面倒見てやってな。かっけえ。昔々、おじいさんとおばあさんは、川で洗濯を誤りました。桃のまま、そしてジジババすげえな。ぬかったなぁ。桃が思ってたよりずっとでかい。久々にいいボケ見つけたかも。ここまでやってもご主人様を引き止められないとは、会社というところはよほど楽しいのだろう。人によっちゃあね。君を守るためだよ。猫ちゃん養うのにも金が。行きたくない。誰もいないなその隙に。出川のヘルメット隠しておくぜ。なんてひどい真似を。スイカヘルメットがなければバイクに乗れないし、番組にならない。出川はスイカをかぶってたのか？何が目的なんだよ。今まで気にしたことなかったが、自分の唇が多分石原さとみより柔らかい。石原さとみに謝れ。舐めとけ舐めとけ。妄想だしまっとけ。石原さとみの触ったことあるんかい。バリアード、バリアーポケモン。元気があれば何でもできると突然大きな手のひらで往復ビンタをしてくるという。ゲセヌ。どいし？重さ 54kg しかねえのかよ。突然往復はきつい。なぜだろう、今、俺の胸に熱いものが込み上げている。それは、逆流性食道炎かもしれませんよ。脳内再生。医師に相談しましょう。のさん。マスク外してから吐きましょうね。もしもし？確認したいんだけど君から預かった猫って本当に猫なのかい？ワンちゃん猫の見た目をした何か。違うね。猫科ではあるのかもしれない。猫温厚な猫とは言ってない。今日の日経の朝刊一面は ?2 月6日かっこか、って書いてありました。小泉能力検定3級2次くらいかな。ちゃんとかっこ閉じるまで言ってそう。天然か。意外と能力高いかも。これは何のマークでしょうか？群馬県民の心の叫び、邪魔だ埼玉、邪魔だ千葉、邪魔だ神奈川。群馬に対する熱い風浪被害。ひどい。さすが群馬。東京は許す。埼玉県民、群馬が利根川から侵入してくるぞー。真ん中あたりに一人おじいちゃんいるけど体力大丈夫か？無理すんなよ。群馬強そうだぞ。まあ、大変。飲んでた牛乳増えた。いやー凡人の考え方は僕にはとても思いつかないなー。本当に言ってそう。この人に言われてもイラッとしない不思議。普通ならムカつくセリフなのに納得してしまうんを。弱すぎたら逆に勝てる説。大人気アニメかっこ漫画のタイトルを少し変えてファンを減らしてください。埼玉グール。これはファン激減だわ。沖縄グールだったら陽気そう。群馬グールが一番盛り上がりそう。阪神グール柄悪そう。全然寝られへん。餌にフリスク混ぜたんだれや。餌に？何のために？ごめん俺じゃないわ。ミンミンだ歯なら入れたけど、フリスクは入れてないよ私は。メガシャキは入れたがフリスクは入れてないぞ。先輩の結婚披露宴の余興で振り回してたヌンチャクが、すっぽ抜けてウェディングケーキを崩壊させた。やっちまった。表情。コメディ映画みたいになってんよ。先に入刀しちゃったよ。シャカシャカすることに絶対の自信を持つボブバーサス全くシャカシャカする必要のないポテト L。どう見ても M。ポテト飛び散るわ。こいつの名前ボブで決定してんのかよ。続きが気になる。名前と実態がかけ離れているものを教えてください。0時有民主党。ご飯ですよ。単品で出されても困るよな。まあ確かに米ではないな。ほんまや。まあどう見ても海苔の佃煮ですよ。
ポケモン GO でピッピ出たと思ったら私の彼ピッピだった私のうっかりさん。お前の彼氏はスマホ通さないと見えねえのか。風声論っぴ。やばすぎるっぴ。ネタついだろが。うっかりじゃねえな。皆さん、コンタクトを踏んだ私よりコンタクトを落としたこいつのが悪いと思いませんか？踏んだり蹴ったり。正論。素直に謝ってやれよ。右のコンタクトを落としたら、左も落とせと説いてそう。それよりこの卵焼きもさもさしてない？そんなことより弁当箱薄すぎ。机に埋まってるんだよ。多分。代わりに胸が熱いからいいではないか。も、ノート型だから。コンビニ弁当はこんなもんやろ。ピストルで撃たれてどうだった？我が社の防弾チョッキは完璧です。頭を撃たれた部長は残念でした。部長。頭狙ったやつわざとだろ。もはやチョッキ関係ない。なんでちょっと嬉しそうなん？下天のうちを比べれば、夢、幻のごとくなり。いか繰り返しじゃ。詐欺かな？あつ森の前方 DVD。手抜きと指摘するべきか時短と褒めるべきか。ノップ、まさかここしか覚えてないんじゃ。牛乳一つ買ってきて。もし卵があったら6つお願い。卵あったから、牛乳6つ買ってきた。こりゃ指示が悪い。日本語難しい。プログラミング言語みたいな捉え方。ああ、そう取ったか。飛び出せ動物の森の大義語、引っ込んでろ人間砂漠、みたいな大義語を考えて。とっとこハム太郎ぶっ飛ばせベーコン二郎。ぶっ飛ばせ。勢いがある。誰だよ。ベーコン二郎はやばい。目玉親父が若い頃にやらかしたやんちゃなエピソードとは？ガンを飛ばしまくった。今もだろ。もともと結構いかついミイラ男だったしな。優しく見守ってるだけなのにね。この親父にそれ以外ができるのか？P、星型ポケモン、お星様のようなシルエット。その姿から、は考えられないような規制を上げて人肉を食らう。何こいつコッパ。キャップ。これ本当に好き。くっそ笑った。チーズの在庫が切れてしまった。どこへ行っても高くて買えません。そういうことなんだ許しておくれチーズ。避けるチーズ。じゃあ刃物使うな。避けるであってほしい。どっちの意味で？いろいろ情報が多い。甘口、中辛、辛口。彼女に振られて帰宅したらタイプの違うコメンテーターが3人いた。評されるのか。辛口通り越して辛辣。コメンテーターって。すいません。ぜひ甘口で。操作僕がやったのさ、悔しいか？残念だな、誰も未成年の僕を裁けない、それがこの国の司法の限界だ。死刑になりそう。クソガキ。勢い。クソはロタ。佐野ミノル、ラーメンの鬼と呼ばれた男、店の中が寒いと言ってきた客を、茹でたことがある。ラーメンガチで。マジの鬼やないかい。少なくとも解決はしとるな。これぞ鬼特製秘伝のスープ。一番サイコパスなことを言わせた奴が優勝。僕の歯は一本一本違う人のものなんだ。ボケ主サイコパスすぎるだろ。別人の鼻のに生え揃ってやがる。目が怖い。本当にやべえ奴だ。ごめん、無理。吉田沙織の名前を書いたらデスノートから返信が来た。デスノートが案外フランク。頼む。俺のコーヒー弁償してくれ。デスノートかわいい。隕石を求める吉田沙織は誰にも倒せない。シャドウ、実体を持たない影の魔物。ヒャダルコを唱えて全体攻撃してくる。冬場はどうしても野菜がかなり高い。そやな。何の話やねん。今どうでもいいわ。全く関係がない。一番地味な嫌がらせ考えた奴が優勝。ふと席を離れた時にスマホの表示言語をヘブライ語に変えておく。地味じゃねえよ。結構派手。うぜえ。文字読めなくて戻すことすらできなくなる奴やな。もしか地区の世界に2チャンネルがあったら立っていそうなスレ。多分明日出荷だけど質問ある？ぶっちゃけどんな気分？逃げ出す方法を考えようぜ。何の料理になりたい？俺食べてもいい？出荷先教えて。ディズニーランドでやっちゃいけないランキング。3位ミッキーを池に落とす。2位 USJ の宣伝をする。1位。ネズミ狩り。狩られるのは君たちだよ母。あかん。いっぱいいるからね。絶対にダメ。松木よでスタックくださいを F カップくださいと言ったら殴られるかもと考えたら、心がダンスパーティーを始めた。どういうことなの？バカか。わけわからんくて好き。ダンスパーティー心躍らせんな。
ミミロップウサギポケモン、耳はとてもデリケートらしく優しく丁寧に触らないと。悲鳴を上げのタウチ回り獅子が飛び散る。怖いわ。いや、あかん。グロ。そんな体質で今までよく生き残ってるな。こんにちは、森を楽しむ司会のジェファーソンです。今日は間違えて林に来てしまいました。それではまた来週。そこは違いを教えてくれよ。致命的。おう。いや、うん、そう。私は多く傷つき多く苦しんだ人が好きです。挫折感の深い人は、その分、言いくるめやすい。ゴチになります。性格悪。弱調さん嘘でしょ。信じてたのに。最低か。ゴーリキー、その強靭な肉体は疲れることがないらしいよ。精神的には相当疲れてるよ。アンバランス。遠い目をしてるように見えてきた。社畜戦士ゴーリキー。こいつにはチートデイとか存在しないのだ。ピタゴラス。無理数は存在しないと主張したが、弟子ヒッパソスが苦もなく無理数を発見。泣いた。苦もなく発見したら泣くだろ。おいヒッパソス。泣かしちゃダメだろ。ギャグ漫画日和のノリだな。転校した学校で早速いじめを受けたが思ってたのとなんか違う。これは歓迎されていると見た。俺の学校で起きるいじめがこんなに可愛いわけがない。うまくやっていけそうじゃん。ジュッフ、お主も仲間ですぞ。俺だけじゃなかったんだっていうあるある言ってください。仰向けになってスマホいじってるとたまに顔に落ちてくる。バンカーリングつけろや。ある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 。だんだん避けれるようになる。寝落ちしそうになった瞬間の惨劇。こっそり書いた起床時の嫁がうっかり対象を取ったため余命が残り24時間を切った。ふざけて賞に応募するからこんなことに。謝っとけ謝っとけ。うっかりさんだな。せめて題名を変えておけば。ピカチュウ、サトシの最初のポケモンであり最高のパートナー。バトルの実力や彼との絆の強さはトップクラスである。役とうまい。やいちゃらめえ。それを知っているということは。食うな。闇落ちしてもそんなに変わらなそうなもの。アンミカ、黒って、300色安念。むしろパワーアップしてる。もともと、光の当たるところにはいないのでは？そもそも闇。本当の闇の色、教えたろか？いいニュースと悪いニュースがあります。奥様がおめでたです。でも、あなたの子ではありません。結果どちらも悪いニュース。で、いいニュースって？なぜ知ってる？さては貴様か？慰謝料ゲットできるってことですか？5日連続で。鍋被害、6日目で男逮捕、鍋奉行の疑い。一瞬鍋の疑いかけられてるのかと思った。しゃぶしゃぶ鍋かな？中毒なだけに。凶悪だな。6日連続鍋。つれい。あたかも、この言葉を使い、もしくは変形させ文章を作ってください。ご主人の死因はケンシロウによるあたかもしれないですね。無残に飛び散ってますからね。あた。アホくさ。あたたたたたおあた。イルカショーでできること、レベル20泳ぐ、レベル50ジャンプ、レベル999。何について調べますか？まだいたのかカエル。思い出したわこのイルカ。お前を消す方法。カエル生きとったんかわれ。水族館でやってしまいがちなこととは何ですか？大水槽のガラスがもし割れた時の妄想。美味しそう言ってる人はいたな。ちょっとわかる。だから水槽のガラスには近づけない。心配性の人は結構ありそう。あなたの住んでいる都道府県をこれでもかというほど自慢してください。みかん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 。ピーナッツピーナッツ。お好み焼きお好み焼き。豚骨ラーメン豚骨ラーメン。コメランがもう狂気の沙汰。体力が70に下がった。サッカー部になってしまった。野球センスが悪くなってしまった。本末転倒。まんざらでもなさそう。サッカーセンスが良くなることを祈る。サッカー部も体力使いそうだけどね。こんなメイド喫茶は嫌だ。キャストがおばあちゃん、ぼったくり。ケチャップの文字が明朝体。いや、その技術を見に行きたいから嫌ではない。しかも MS 明朝。教科書体希望。大江戸鑑定流も破壊力ありそう。ダチョウは愛情深く、坊主を見ると。もうこれ以上生えないと勘違いして撫でてくれる。慈悲深い市場。坊主とハゲは全然違う。でかい口開けて噛んでるのかと思った。空気を読んでくれるだけ人間よりは利口だね。昨日、好きな子から髪型と耳がキモいという理由で振られて、目が腫れるまで泣いた。
やば、大丈夫かな。そう思ってみたらかわいそす。そして悟って入滅後の写真です。それより、デコのイボだろ。ハッシュタグ被災地いらなかったものリスト、千バズル、寄せ書き、生鮮食品。政治家の視察。辛ラーメンはいらんな。千バズルとかいうただの紙くず。水がないんだよわからんのか。いやボケじゃねえしマジだし。抜けにゃい。バカだにゃーそんなわけ、抜けにゃい。二人とも間抜けにゃ、抜けにゃい。まったく、おじさんが助けてあげ抜けにゃい。素直に可愛い。結論、みんな間抜けだった。逆にどうやって突っ込んだ。実写化不可能と言われたあの作品がついに映画化。劇場版島次郎乞うご期待。一体どんな仕上がりなんだろうか。エンドロールに犠牲者が多数書かれてそう。ほんとやめとけ。他のキャラの配役も教えてくれ。ノットストレート、コラプシング、オフサイド、ノットリリースザボール、オーバーザトップ。ま、観光殺法。悪質な違反には厳しいことで定量がある審判。弱そう。繰り返す反則にま、観光殺法。急に。かもしれない手術。長時間の手術になるかもしれない。患者の体力が持たないかもしれない。そもそも、この患者じゃないかもしれない。危ない危ない。怖。患者ちょ、待て。今すぐやめろ。2階、文庫、洋書、3階、雑誌、新書、児童書、4階。バカ、煙。好きなんだな。高いところ好きだから集客できるわけか。バカと煙は高いところが好き。そういうことか。思い切った決断をしてください。星の数が500いったら一度も喋ったことはないが3年以上片思いしてる子に告白してやるよ。結局告白したの？諦めろ。結果報告よろ。どうせ二次元だろ。サッカーに一つルールを加えてめちゃくちゃにしてください。ボール一人一個まで。意外に面白いかも。キーパー大変だけどね。一家庭一個までにすれば少し減るかもな。翼くんがボールを買い占めてしまった。めちゃくちゃになるわ。家で仕上げてきた重要書類にクレヨンで大きくパパお仕事頑張ってねと書かれていて、いろんな意味で涙が出てきた。徹夜の書類が。上司も笑って許してくれるさ。これは泣ける。契約しない選択肢がない。羅列したら日本語に聞こえなくもない英語、レイ、ショーキーノーサタデイナイト。ナミヘイ、バッカムオン。ナミって思っきり日本語じゃん。ナウミヘイでいいのでは？終結。本家は、やったです。はい、バックカムオンやね。太郎、ピザって10回言って、次郎、ピザ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 、太郎。ありがとう、次郎、どういたしまして。何もなし？ただ言ってって頼んだだけ。それで終了か。シュールだな。よろしく、アキちゃんと翔くん。よろしく、ドナルド。ねえ、ドナルド。教えてほしいことがあるんですけど。よろしく、アキちゃんと翔くん。会話する気ゼロで草。ドナルド壊れる。永久期間。怖い。もう限界だ、生きるのが辛い。バカ野郎、生きるのが辛いだと？俺なんて。さっき飛び降りたのにそれでもこうして生きてんだぞ。お前本当に生きてるか？いやいや待て。あなた幼稚館基地か何か？ギャグ補正でもあんのか？君が欲しいものに弟と書いたから両親にエグチー下着とバイアグラをプレゼントしたんだ。しっかり見ろ。君には見る義務がある。泣きそうやん。子供の顔で草。やめたれや。サンタ、みたいだけだろ。東京都民を怒らせてください。埼玉の下にいる人たち。埼玉県民を怒らせてるじゃねえか。むしろ鼻で笑われて虚しくなりそう。東京どもめ、ふん。相手が千葉県民なら怒るかもしれんが都民は何とも思わないと断言する。創世紀のサッカーにおいては、1点ゴールするたびに、これサッカーっぽくない？これサッカーっぽくない？と確認していた。俺も確認メンバーに入りてえ。そんなバカな。鬱陶しいわ。これはもっと伸びてほしい。謎の効果音熟し、熟しの使い手。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山の熟し。好き。真似したい。最後の破壊力。最高。暗殺を目論む仲間のスナイパーが遠くの屋根の上でめっちゃカラスの群れに襲われてるのでハラハラする。そんなん見えるほど近いとこにおんの？愛すべきバカ。アホか。いた、いたい。いたたた、いた、バーン。わぁ、カレーなのにうどんなのですか？とても美味しそうです。
清楚な姫様が汚されていくというビデオを借りた。騙された。ただカレーうどん食べてるビデオ。こぼすなこぼすな。割とマジで見たいんだが。十分だろ。1ボールイン、2ボールアウト、3ボールコンタクトワンタッチ、4アンテナ外側通過、5。貯める、次のジャッジ効果が3倍。なんだと。地味に3倍って強じゃね？ゲームかよ。ジャッジ効果ってなんだよ。九州場所では負け越したが、翌日行われた小学生相撲大会では周りが引き止めるのを振り切り飛び入り参加、見事準優勝に輝いた。準優勝かい？トップは？誰に負けたし。これあかん。バカの方言一覧、東京バカ、大阪アホ、名古屋たわけ。京都頭よろしおすなぁ。京都にそんな人物はいない。一番バカにしてる。正解は？教えて、京言葉の達人さん。たわけじゃにゃーで、たわけ。全面禁止されている敷地内で、職員5人の喫煙発覚、厳重注意。2年ほど前から、1本をちびちび吸っていた。そこまでして吸いたいのか。禁煙できるよそれ。涙ぐましいな。器用すぎだろ。お母さんの知り合いに聞いてみようかって言われたから、思わず。知り合い、いるのって言っちゃったごめんね、お母さん。うぐ。お母さん、陰キャだったのか。結婚できない答えでとるやんけ。母そういうとこな。調べに対し、両被告は食用のために盗んだ。ヤギは食べたと容疑を認めているといい、グエン容疑者は、まだもぐもぐしているという。もぐもぐって可愛いな。早く飲み込め。まだもぐもぐしてんのか。食べ終われ。お肉とお野菜を美味しく楽しむには、お肉足すお野菜足す美味しくイコールセンキューという食べ物や作ってくれた人への感謝の気持ちを持つ。何この天才？すげえや。すごい思いつかんわ。天才か、電卓を叩いてしまった。かもしれないウルトラマン、人間を踏んでいるかもしれない、実の兄弟はいないかもしれない。怪獣にも何か事情があるかもしれない。慈愛の勇者かな？鬼滅の刃的なね。成人には結構ある。人情味あるウルトラマン。機長の翼をください。いかがだったでしょうか？次は副機長の私が空も飛べるはず、お聞きください。それではいい空の旅を。私がお聞きください。そんなに不安にさせないでおくれよ。こえ？スピッツ。数式は合ってるが、筋肉が足りてない。高橋、不正解だ。理不尽。高橋、廊下でバンプアップ。答えは全く違うが、その大胸筋は見事だ。花丸をやろう。これが正解だって言ってポージングしそう。1、起きたら5分朝日を浴びる。2、コップ1杯の水を飲む。3、バナナを食べる。4、運動をする。5、寝る。無限ループ。二度寝すな。怠け者より起きてる時間短い。健康的。ピッピ、妖精ポケモン。上司にタメ口を使ったり、休憩時間に群れをなす特性から、派遣会社から来たポケモンと言われている。妖精ポケモン、くそ。これ俺の中で今日の1位。これはうまい。妖精ポケモンはロタ。みんなが誤解してるとんでもない事実。ボケテミンは時間を無駄遣いする者たちではない。無駄な時間がある者たちがボケテミンなのである。なんか名言みたいだな。哲学的やな。心理的さ。どっちにしても無駄じゃないかい。すっぴんはロッチな顔かだがメイク後は石原さとみさんになる化粧上手子さんの悩みとは？体型はロッチな顔かのまま。化粧で改造できるのは顔だけ、か。それはもうロッチな顔かなんよ。気痩せ上手子に頼もう。おっさん体型。学校の裏山にいつもエロ本が捨ててあるので友達を集めて拾いに行ったら、ちょうどエロ本を捨てている父親と遭遇した。お、親父だったのか。なぜそこに捨てる？気まずさマックスでくさ。とりあえず知らない人のふりしとけ。僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット、とっても大事にしてたのに。我が輩は猫である。どうしようどうしよう。いきなりすぎて増えた。壊れたクラリネットは？漱石下船。急な飛び出し事故。危険ドラッグ吸った、男逮捕、規制を発し隣人を11箇所刺す。部屋のすべての埃を吸った、俺がダイソンだ。何こいつ？シェシェシェ男じゃん懐かしいな。こいつやばいぞ人間的にも構造的にも。シェシェシェやん。いにしえより伝わりし、伝説の魔獣よ。
読みの門は開かれた。現世に蘇れ、いでよ、負けたら馬刺し。美味しそう。読みってことは食われたんだな。この馬刺し食ったら口の中しびれそう。よくこれを馬刺しにしたな。主人公あるある。主人公の母、私、子供の名前はあーがいいと思うの。父、あー、母さんの気持ちが込められた、いい名前じゃないか。とんでもないドキュンネーム。ひでえ。ドラクエ。全然気持ちこもってない。そこバイトに任せる？何を任せた？クレーマー対応していた店長が上の門呼んでこいと言われ2階にいたバイトに任せた。上の門。意外とすんなり解決したり。ポンチ。雇われ新人店長と勤続5年バイトならありえそうな。もう完全に聞き飽きたので美味しいエビを食べた時の甘い、身がプリップリ、以外の食レポをみんなで考えてください。かゆい、体にブッツブツ。救急車。エビアレルギーに来。体調じゃなくてエビの情報をくれ。食レポなのか。目標までの距離は諦めなければ絶対縮められる。君も決して諦めないでほしい。私？私は大学落ちたから余生をラッパ吹き散らかして終えるわ。吹き散らかして。説得力ない。やけになった。声出して笑った。何が起きたか説明してください。大阪の私立高校の朝会で校長先生がバーンってやったが、東京からの転入生もいた。東京へ何？何？立ってるやつね。ノリのいい大阪の人、好きだな。これやから東京もんは。読めそうで読めない漢字、あがなう、あげつらう、なぞらえる、ほぐれる、どよむ、ほとびる、おもねる。もうこん滅びる。ハゲる以外の使い方あったんだ。その送り仮名の時だけはハゲから離れろ。ちびるやろ。もうダメだ、おしまいだ。本当に賢い人、敵は作らない、知ったかぶりはしない、弱みは隠さない、周りの言葉に流されない。私ではない。そもそもボケてみてる時点で手遅れ。自分ではないと理解はしてるのか。謙遜できてご立派。それを言わない。目立ちたがり屋が多い部活、50位将棋部、10位テニス部、3位応援団、2位野球部、1位。YouTube。そもそもテニス部10位がおかしい。カタカナでよかったのに。応援団って部活か？野球部よりサッカー部の方が上な気はするけど。切り札買った、デュエルよりもカレーパンが好き？な、型破りな主人公、いつでもどこでも、デュエルのことといたずらのことばっかり考えている。35歳だぜ。悲しいな。ダメ人間。しっかりしてください。ちゃんとしろよ。あんなー、干物がなー、ここ入っててん。食べたらなー、おっちゃんに怒られてなー、お前みたいなもんここ入っとけって言われてん。そうなんか、うち来るか？ほなしゃあない。50% オフでいくらなんだろ。処分っていう言葉が残酷。お母さん、もう泣かないで。だって何度言っても出てこないあの子が、ゲームのおかげで部屋から出てきてくれるなんて。ポケモン GO だな。なんかポケモン GO 素晴らしく思えてきた。麻生さんが言ってたやつか。刑務所にレアポケモン配置で事案多発のおかん。上杉謙信、妻がいなかった。月に一度体調を崩した。週一でホットヨガに通ったなどの理由で女性だったのではと言われている。それは女で間違いないやないか。偏見がすごい。もしかしてあのホットヨガスタジオ？それはあまりにも親切すぎ。あ、このコンビニのバイト、昼間は学校の先生だな。なんでわかった？今日は6月4日だから64番のタバコネとか決めてくる。勝手に決めてくるところが先生らしい。いいから埋線打ってくれ。逆に選ばせてくれ。教員がタバコうんな。強盗だ、金詰めろ、何はろ天然、リンゴとか入れんな、客もしゃめとんな、パオーンって言って。パオーンって言うてる場合か。ノリツッコミ。もっと違うやつあるやろ。なんでよりによってそのサイズ選んだん。リンゴ入れられたんや。緊迫感ゼロ。少年、今かい？今はこの子のお散歩中さ。今日は違うルートを考えてたんだけどね。この子が太陽系から外れようとしないんだ。すごいスケール。秀逸。地球つながれとったんか。地球のことか。銀河神様でしたか。あなたは20年前にタイムスリップしてきました。20年前の人に言っても信じてもらえないことを言ってください。俺、20年後から来たんだ。まずそこからだよな。間違いない。まあ、そうなるわな。頭でつまずくよね、そりゃ。
仕事を札幌ってフラフラのとしていたんだろ？そうやな。言わないのか？わっかないわけないだろ。早くしろ。自白して暖かい布団で眠ろう。てめえ読めねえ。うまいでも取り調べされるほどのことしてない。うるせえ。どさんこでよかった。地元ガイドに凱旋門とルーブル美術館とエッフェル塔が見たいと言ったら、散々歩かされた上一箇所から見させようとする。ガイド頭いいな。ほら、あれとあれとあれだよ。ルーブル美術館の外観だけ見る意味。ダメだ、俺とっさにガイドと同じこと考えた。墜落寸前の機内で盲導にでもなれと言いながら CA のケツを揉んだ瞬間に折られた鼻を元に戻してたら、無事に着陸した。長いしかし、よかったな。よかったな。家族と訴訟が待ってるぞ。それは祈りの姿に似ていた。天国が呼んでいる。意外な展開にしてください。マイケルは歩きスマホをしているジョンにこう言った。ら、よかったのかもしれない。危ないよと。そうしたら今でも二人並んで笑い合って歩けていたのかな。悲しいお話だな。なんかご愁傷様です。ジョン、まさか。切ない。アルバイト募集、スーパーでのお仕事です。職種、店内業務、レジ、商品陳列、商品管理など、条件。ツイッターのアカウントを持ってない方。持ってないこと、どうやって証明するんだよ。これは重要だな。あとフェイスブックな。わかった。14歳人生のピーク、18歳危機とうまくいかない、23歳浪人して人生に絶望する、不明開き直る。開き直った結果ホラー漫画描いたんだろうね。きっと。梅津和夫。みんなご成長してる。これは画像が面白い。サングラス購入ではロタ。猫のそばにキュウリ置いた結果1位、走り猿53匹、2位、ジャンプ24匹、3位、無反応11匹、再開。男性込めて美味しいぬか漬けを作り上げた1匹。そのぬか漬け食べたい。抜け毛混入に気をつけてね。あれってなんであんなにビビるんや。ガチで見てみたい。相沢さんの大発見。1946年、相沢忠宏さんは納豆の行商の途中で、古い地層から打製石器を発見した。これが群馬県の岩宿遺跡だ。めっちゃうまそうやん。ミルフィーユかな？確かにティラミスっぽい。ごちそうだな。浦安みたいな画風。どうすれば、一番下の弟の話をお母さんとした弟は、さしすせそが、ジャシシュシェショになってしまいます。カトリ線香がカソリ天子、マヨネーズがマノエーズというのです。ど、いつ人かなぁ。ドイツ人。なぜそうなる？そよってどう発音するんだっけ？いやいや、お前の弟だろ。JR 西日本、大阪環状線103系、日々、乗客を乗せ続けて50年、そして、誰一人降ろさないままついに今年10月、引退の時を迎えます。合唱。合唱はやばい。バケモンやないか。引退しないと被害拡大するから引退するということか。誰一人降ろさないまま。桃太郎、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでおりました。おばあさんは川へ洗濯に、おじいさんは島へ鬼狩りに行きました。この子だけでも、母鬼は体を引きずりながら幼い我が子を桃に入れて川に流しました。え？あの物語無限ループ？エピソードゼロ。桃太郎の正体判明。そりゃ強い。衝撃展開。オスカー・ギャンブル、元メジャーリーガーの外野手。左投げ左打ち。現役生活17年で、200本の本塁打を放ったが、ヘルメットが入らなくなったのが原因で、試合を欠場することが多かった。ヘルメットいらないんじゃね？入ってた頃はどんなだったん？ヘルメットかぶらんでも頭部を守れてるやろう。今日は湿気が多いんでヘルメット入らないな。9月になってから、同僚に告白したいと思いますが、言葉が浮かびません。皆さんが考えてくれた言葉で一番星の多かった言葉を告白するときに使わせていただきます。どうかよろしくお願いします。前まで深夜に店員が一人で働いてた、あのどんぶり物の店なんだっけ？相手好きや、私も、という展開はどうでしょう。言わせてるやん。これで行くんやな。お題主よ。付き合いにたどり着くまで結構時間いるかも。ええやん。間違えずに言ってくれるといいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。